松平城前は、江戸時代後期の大名、老中。三河国西尾藩四代藩主。小牛松平家宗家十四代。下には十四人下、自重、泉守。三代藩主、松平城藩の長男として誕生。母は、安倍正友の娘。弟に、越後長岡藩に、養子入りし、老中を務めた、牧野忠隆がいる。 同じく老中の安倍正宏は、母方の重邸で、老中で、日本赤十字社創設者の一人でもある、松平常母は外村にあたる。幕府では、自社奉行、大阪城代を経て、老中を務めた。同列の松平ただし優と歩調を合わせ、対外問題では、開国、和親を、将軍警視問題では南紀派に組みして、紀州藩の徳川義富を押し、 解剖参与の身と藩主、徳川成明と対立したため、安政2年、成明に情報した安倍正宏の命令で、ただし言うとともに老中を免職され、格外に放逐された。しかしその後、正宏死後に、幕政の実権を握った老中取座、堀田正俊により、名誉回復の意味を込めて、定官官席より溜め詰め格に栄転している。また、安政5年には、 伊伊直おの推挙により、老中に再任している。しかし、直おの暗殺後は、閣内での影が薄くなり、万円元年に辞任、文久二年に一万国元法の上で隠居、命じられ、末帝の則里氏が養子として、家督を継いだ。幕府滅亡を経て、上、さと氏の死後、抜子の上将が、お牛松平家の家督を相続している。明治三年に死去。 去年76。墓所は愛知県西尾市の森岩おじ。ありがとうございます。